一志文森沈僧一志文森商法3年3月19日は、江戸時代の臨済宗の僧。岩倉具、京の三男。母は、その元次の娘。小水野を天皇に近似した。送り名は、仏長国史。寛永3年に、新言宗西明寺の謙信吉永により得度して、法名を文森としたが、翌年、大徳寺の卓安双方の影響により、 臨済州に転衆した。官営六年拓安双方が、C 事件によりで和国に配慮されると、これに従ったが、翌年には一人で経に戻った。この頃より、この江信ぶなどの公家との交流が深まるが、御水野を上皇との交流も弟、この江のぶの仲介によるものとされる。官営十一年、丹波国に東高案を混流し進んだが、しばしば上皇は経に呼び寄せている。 寛永15年、上皇は京都西鴨に霊言案を建て、そこに一子を住まわせたが、同年末には登校案に戻された。そこで、上皇は寛永18年、登校案を乗りつねじとし、一子を解散とした。寛永20年、当時の十字の求めに従い、大見霊源寺に従し、寺の中高に力を尽くした。その3年後、 昇法三年3月19日、39歳で逝去。没後30年目の遠方3年、ご水の老いにより、上へ名工仏頂国史の号を贈られた。ありがとうございます。